近くにいるみたいだ。本当はいつも一番近くで支えていてくれたんだね。朝露と虫かごも体の夕日に焦がした恋も思い出すことさえ忘れていた。全てなくすまでは目を背けないで、涙を拭いて、やっぱり僕らの帰る場所はたった一つ。今日は、6月の26日、柏崎からお届けしております。今日は雨ですけどもね、こんなに頑張って、中越大地震で被災したみんなもね、元気で頑張ってますからね、絶対一人じゃないから諦めないで、いつも一緒にいるよ。懐かしい風の中で今生まれ変わる。